健康と美容をお届けするオフィスまゆみの大西まゆみちゃんです。はい、今日はですね、健康夏におすすめ塩青汁ということでね、お話をさせていただきたいと思います。ぜひぜひ最後まで見てくださいね。そしてオフィスまゆみでは今今のホットな情報を毎日動画で配信しておりますので、チャンネル登録の方も忘れずによろしくお願いします。改めましてオフィスまゆみの大西まゆみです。こんにちは。はい、夏におすすめ塩青汁ということでね、お話をさせていただきたいと思うのですが、マルカンといえば、そしてマルカンの塩青汁といえば、じゃーん、こちら、匂いきれいゴッドハートダイエット浄化青汁があるんですね。はい、こちらはですね、水プラス食物繊維、体にいいね、食物繊維、そしてなおかつ、天然のミネラルの塩が取れるというね、素晴らしい、青汁なんですが、こちらもね、おすすめなんですけれども、こちらは塩が入っておりません。ゴッドハートダイエット青汁でも、やっぱり夏はね、こちらのね、塩の入った青汁を飲んでいただきたいと思います。先日ね、私は銀行に行きました。その時ね、本当にね、体格もいい若い男性の方がですね、バタッとね、ATM の前で倒れられたんですね。なのでびっくりして、素早く警備員のおじさんが飛んできてくれて、大丈夫ですかっていう風にね、その方を抱きかかえられたんですけれども、熱中症だったんですね。なので顔色も悪く、なんか立てない、もうフラフラして立てない、貧血みたいなのを起こされたんだと思うんですけれども、立てなくって、病院に運ばれました、救急車でね。なのでね、やっぱり熱中症っていうのは、高齢の方とかね、小さいお子さん注意してくださいよっていうふうに言われますが、私たちもね、やっぱり注意しなければいけないんだなというふうに感じました。なので皆さん、しっかりと塩分も必要ですよ。はい、でね、最近スーパーなんか行くと、やっぱり塩分が大切っていうことで、塩の入ったお菓子なんかがよく売られてます。こちら塩キャラメルとかね、こちらは塩飴とかね、それからちょっと別のコーナーに行くと、こんな面白い、梅と塩味なんていうお菓子も売られてたり、こちらね、まあ一年中あるんですけれども、アコウの焼き塩入りなんていう風にね、塩っていう風に書いた目立つお菓子、おせんべいが売られてました。なのでやっぱりね、皆さんもね、塩をしっかりとっていただくっていうこと、塩分控えめっていうのも大事ですけれども、天然のミネラルの塩は体、やっぱりね、人間にとって大事です。熱中症になった時ってね、脱水症状を起こすので、大量にね、汗をかいて脱水症状になってしまいます。そういう時やっぱり塩を取ることによって、その脱水症状が防げるので、少しね、塩分控えめっていうふうには言われますが、少しはね、天然のね、いいミネラルの入った塩を取るということは人間には必要です。はい、ここで皆さんにちょっと質問なんですけれども、人間ってね、水と塩でどれぐらい生きられると思いますか？水と塩だけを食べるっていうかね、取ってどれぐらい生きられると思いますか？そうなんです、なんと2ヶ月も生きられるんですよ。驚きじゃないですか？もうね、もうお食事が食べれないだけでも、もう本当にね、空腹になって、もう歩けないし、バタッと倒れてしまうような感じなんですが、やっぱり水と塩だけでも2ヶ月生きられるんですね。どういう実験をされたか分かりませんけれども、そういうふうに言われます。なのでやっぱり塩は大事だなというふうに思っております。なので特にね、この夏の暑さにはやっぱり塩分、少
少し、体の中に取り入れるということは大事だと思います。もう本当に京都も今本当に暑いです。今日も40度近く昼間ありました。なのでね、私はしっかりとこちらのねダイエット上官青汁を飲んで、塩分補給をしております。ということでね、皆さんもねまだ飲んだことがないという方はですね、ぜひ一度飲んでみてください。本当にね塩味が効いてすごく飲みやすいんです。でその上ですよ、青汁なので食物繊維も取れるし水分も取れて、そして塩分も補給できるというね、もう三拍子揃った素晴らしい青汁なんで、ぜひ一度皆さんもね試していただきたいなと思います。では早速大西真由美こちらのね、青汁を飲みたいと思います。はい、まずはねちょっと水を用意していただき、250から300ぐらいですね、ミリリットルぐらいの水を用意していただき、こちらにねたくさんあの青汁が入っております。1回分がこのようにね1つのパッケージにあの入っておりますので、ここをちょっと破っていただき、本当にね手でピッとちぎれるんですね。で水250から300ぐらいの水を用意していただいて、じゃ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 ーんと入れていただき、あとはシェイクするだけ。はい、では早速飲みたいと思います。あ、美味しい。はい、美味しいです。本当にね塩分効いてて美味しいです。飲みやすいです。ぜひね家族でみんなで飲んでみてください。はい、でもねこれちょっとね食物繊維がしっかり入っているので、しばらくポーンと置いておくとわーんと固まってきます。はい、飲みやすいのはやっぱりサラサラの時の方が飲みやすいので、もし飲まないなというふうに思われる方は冷蔵庫に入れておいてくださいね。わーんと膨らんできてしまいますので、はい、ということでね、ぜひこちらのダイエット超過お汁ぜひ飲んでみてください。ということで今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。何かね気になるわという方はですね、下の概要欄のお店さんまたは、オフィスまゆみの方までお問い合わせください。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。熱中症には塩分ですよ、気をつけてくださいね。そして楽しい夏を過ごしましょう。では次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございます。銀座マルカンオフィスまゆみでは、ひとりさんのマルカン商品を扱ってくれる仲間を募集しています。マルカン商品が大好きな方、ご自身のお店に商品を置いてみたい方、副業をお探しの方も、詳しくは説明欄からご覧ください。お問い合わせをお待ちしてます。